はい、どうも、無限連鎖講です。聞き取れなかった方のためにもう一度、無限連鎖講です。はい。無限連鎖講なんですよ、僕は。れっきとした。まあ、さあ、トレクルのジョージ決戦のさ、スタミナが2分の1になってないんだけど。いやまあね、クレーみたいな話になりますけど、いやでもしっかりとジョージ開催、定時開催、まあ、ちょっとごめん、はじりひじり、はじりひじりね。のね、学力しかないので、漢字読めないですか。まあ、ジョージ開催の、まあ、新しくジョージにね、まあ、なんか開催できるようになった決戦。動画のタイトルつけます。はい、どうも、はじまきゅうじろうです。まあね、何らかの、何かで、何かのなんか、なんかね、もう裏のうわーっていうね、闇のパワーがね通じて、なんかもう、なんかもうまあっていうな、ななららみたいなね、宇宙の法則みたいな、なんとなくね、まあ始まろ、どうしよっかな。新規の方に向けた動画っていうのつけよう、作ろうかな。なんか。って言って、こっから始まる導入っていうね。いやー、どうも皆さん。イェーイ、どうも。イェーイってね。もう無理やりテンション上げようとしてるポンタンが丸見え丸太星人でーす。いやー、タグホイヤージャパンをなぜかね。なぜ能力の低いほど自分を過大評価するのか。俺ちょっと再生リストってどうやって作るんだっけ。普通に、まあ、再生リスト作りまーす。新しい再生リストの名前は、はじまでおちけいタイトル。イェーイ、どうも。イェーイってね、もう無理やりテンション。はい、どうも、八幡清志郎です。さっきね、なんか動画撮ろうと思ったんですよ。撮ろうと思ってファイルだろ何やらしてたら、なんか今録画中の動画ファイルを消しちゃって、いつの間にか動画が消えてるっていう、アホなことをしてしまいまして、こうやってやってなんかね、やるの、ここで鼻ほじんのやめれ。終わりました。